連邦軍一科大学校は、救護業務軍連邦軍衛生局に所属する医療業務の中央教育機関である。本校は、バイエルン州ミュンヘン第12区シュバービングフライにあるエルンストフォンベルクマン経営内に所在している。ここでは、ドイツ軍隊に代わって、保健制度に関わるキャリア形成の教育訓練や、技術的、科学的及び成人教育を行う。 医科大学校の起源は200年前に成立したプロイセン陸軍医科大学の伝統にまで遡る。1956年にデゲルンドルフにて陸軍衛生部隊学校として設置される。1957年にはミュンヘンのルイトポルト兵衛に移転し、そして2年後に連邦軍医科学校に再編成される。初代校長には後に看護。 衛生行政総監に就任するヘルベルト、ホッケマイヤー陸軍軍医中将が着任した。1963年10月29日、連邦軍医科、保健大学校に改称され、連邦軍放射線生物学研究所、連邦軍微生物学研究所、連邦軍薬理学、毒物学研究所の各専門分野ごとの研究部門が設立し、付属機関とした。 1980年以来、医科大学校はミュンヘンに主要施設を置いている。1997年に連邦軍医科大学校に改称された。医科大学校はミュンヘン市に置かれる独立機関として連邦軍衛生局に直属する。成人教育部が主催する一般市民向け訓練専門プログラムや家庭の多くは、 バイエルン州医師会が規定した品質基準を満たす。全体で連邦軍一家大学校は毎年6000本以上の講義と8300人の参加者を受け入れている。連邦軍一家大学校は以下のような内部組織を構成している。教育部は連邦軍一家大学校防衛医学防衛士教育資料室を管轄している。ありがとうございます。